まだ成功なんて思ってない。まだ階段片足かけたと思ってんの。夢を追い天真爛漫な笑顔を私たちに振りまき続けた大山麻子。しかしその裏側に隠されていたのは何かに戦い続けた78年の生涯でした。麻子が最後の時を過ごした病室には彼女が欠かせ彼女が非常に気に入っていたという肖像画が飾られていました。彼女はこうつぶやいています。うちの人生はピエロ、化粧一枚皮剥がしたら血みどろのアシュラの戦いやった。大山麻子。